2014年ツールドフランスでマルセル・キッテルが獲得したマイオ・ジョーヌ・マイオ・ジョーヌは自転車ロードレースのツールドフランスにおいて個人総合成績1位の選手に与えられる黄色のリーダージャージである各ステージの所要時間を加算し合計所要時間が最も少なかった選手がマイオ・ジョーヌ着用の権利を得る最終ステージの終了時点で マイを上着用の権利を持っている選手がツールの総合優勝者となる。誰がトップなのか一目でわかるようにという理由で1919 19年に初登場。色の由来はレース主催者であるスポーツ新聞ロトイコール現在のリキップイコールの紙面が黄色であったためと一般に説明される。このか主催者ができるだけ派手な色のジャージを所望したところ。 下手屋の手持ちには黄色い布しかなかったためとする説もある。最初に、マイオジョーヌを着用したのは19、1919年大会の第11ステージ終了後のジェーヌ・クリストフだった。しかしながらクリストフはその後のステージで、車体故障によるタイムロスを余儀なくされて、総合優勝を逃した。ジャージサプライヤーは、1950年代以降、 ルコック・スポルティフが務めたが、1990年代に入り何回か変更があり、1996年から2011年まではナイキが担当した。2012年からルコック・スポルティフがサプライヤーに復帰している。両肩に入っている大文字筆記体の HD はツールの創始者であるアンリ・デグランジュのイニシャルである。ジャージスポンサーについては、 アイスクリーム会社、ミコ、粉末ココア飲料、バナニアなどが務めていたが、1987年からは、黄色をイメージカラーとするフランスの銀行、クレディ・リオネが、スポンサーとなっており、同行の名が一番大きく、かつ三箇所に書かれている。腹と背中の部分には保持者のチーム名を、アイロンプリントで入れるので空白にされている。 またマスコットのぬいぐるみをジャージ着用者が持っているシーンもたびたび見られる。ありがとうございます。